名古屋造形大学は、愛知県小牧市大和大掃除都市上坂6004、日本部を置く日本の私立大学である。1990年に設置された。大学の略称は、ネス、造形、名づくり、美術大学である。造形学部と大学院からなり、同法大学、名古屋音楽大学などの姉妹校を持つ。2008年度より、学校名が、 名古屋造形芸術大学から解明された造形学科造形研究科に造形専攻がある。造形専攻は造形表現政策と造形表現構想の二つの分野に分かれている。造形表現政策は日本画、洋画、彫刻、メディアアート、工芸の五つの研究領域があり、造形表現政策は視覚伝達デザイン、建築デザイン、産業デザイン、 環境造形、造形科学、美術理論の6つの研究領域がある。4年生の、全員コース4年生の建築、空間デザインコースのみ、愛知県小牧市大和大掃除都市上坂6004、スクールバス路線バス名古屋造形芸術大学は2008年4月、名古屋造形大学に、名称変更予定です。同英流命。 名古屋造形大、名城公園東側の公務員宿舎跡地へ、毎日新聞、2018年12月5日、26面、2021年12月20日閲覧、ありがとうございます。